ちょっとびっくりしてて、なんか入ってこないんだ。俺初めて喋ったんだけど今日、うん、重大なことをしてしまったことに気づいてないんですよ。僕だったら嘘つきますね。まあ、申し訳ないです。申し訳なかったです。申し訳ないです。さあ始まりました、成功者虎の壁。この番組はビジネスで成功したいと考えている挑戦者が、自分のビジネスがいかに素晴らしいかを5人の成功者である社長にプレゼンしてもらいます。そして社長たちから浴びされる質問や難題を見事クリアし、その壁を越えることができた人には夢の成功者への道が開かれる権利を与えられる企画となっております。それでは早速挑戦者の方をお呼びいたしましょう。挑戦者の方どうぞ。失礼いたします。失礼いたします。今宵も虎たちが鋭く目を光らせていた。それでは挑戦者はお名前と簡単なこれまでの経歴をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。藤井隆之39歳、浜松市からやってまいりました。現在パーソナルトレーナーとしてフィットネスジムで働いております。それでは簡単にルールの説明を行います。今から約45分間、挑戦者は自分が思い描く事業のプレゼンをしていただき、5人の社長のうち過半数の3人が、サポートしたいと感じた場合、今後最大2年間の経営のアドバイスや人脈の紹介、資金調達を含むあらゆる最強のサポートを受けることが可能になります。たとえプレゼン中でも制限時間に達した場合は強制的に打ち切られますので、ご注意ください。それではあなたの思い描く事業のプレゼンをお願いいたします。よろしくお願いします。スタート。はい、現在、パーソナルジムではなく24時間の会員制のフィットネスジムで働いております。そこで、もちろん、他の会員、普通の会員さんもいますけども、それプラスパーソナルトレーニングということで、特にやっぱダイエットがすごく人気で、僕自身がすごく携わらせていただいて、その上でですね、やはり会員さんからの一番最初に上がる声がですね、食事がやっぱりわからないということで、時にはもう何食べていいかわかんないからやめたいというクレームがあったりですとか、僕の方から伝えてもうまく伝えれないっていうことが多々ありました。その上でですね、自分自身、僕も食べることがすごくとても好きなので、僕の方で料理を発案させていただいて、提案それで食べていただくっていう、ジムの中に、ランチボックスをまずはテイクアウトができる、っていうシステムを作って、そこで販売と、提供、パーソナルトレーニングに対しても、そのランチボックスがついているというプランを提供させていただきたいなと思って、今回こういう、発案させていただきました。うん、今普通のジムを経営されてるんですよね。いや、僕自身はスタッフとして働いております。あ、経営してるんじゃないんですか。はい、ってことは独立するしたい。はい、そうです。うん、なるほど。そのジムは流行ってるんですか。株式会社ティーズインベストメント会長竹野内幸宏、全国600店舗展開するリラクルを創業し、270億円で売却、ビジネスの立ち上げ、事業投資など、その数40以上。今宵ビジネスモンスターが挑戦者に切り込む。そのジムは流行ってるんですか。今浜松で、今4年目になるんですけども、今現在7店舗、フランチャイズが今3店舗目が、浜松市、静岡市、埼玉に今3店舗目のフランチャイズが今できております。トレーナーが辞めていく問題って結構一番深刻だと思うんですけど、はい、そのあたりはどうしてるんですか。現段階でうちのジムに関しては、トレーナーが辞めていくということは特にはまだないです。まだトレーナー自体も新しく雇ってっていう感じになっているので、まだ抜けるというのは特にはないです。なるほど、分かりました。何人引き抜けそうですか。ですね、ちょっとここカットしてほしいんですけど。いや、すみません。ちょっと揉めちゃうので。揉めましょう。はい。いや、僕自身今現在、引き抜くというふうにはしてないです。まあ、いや、勝手についてくればいいじゃないですか。あ、そうです。はい、僕自身、正直のところ、今現在働いているジムがマシーンの代理店をやっているので、一応そこのものを僕の方で購入をしてっていうふうにちょっと温和に抜ける予定ではいるんですけど、はい、なので、そこの話もあるのでっていうのもあるんですけど、一応僕個人も、ライバル店になるので、でも負けたくないし、でも卑怯な点も僕はあんま使いたくないので、会員さんには僕独立するので来てくださいとは特に言ってないです。ただ関わった方々には急になくなるもなんなので、少しずつ僕独立しますっていう挨拶だけはしているようにしています。ただやっぱその上で
ぱ何名かはもうあの出来上がった瞬間にすぐに言ってというふうにはもうちょっと10名ぐらい超える方にはあの声をもらってます。その10名がいたらとりあえず黒字化できそうですか？あ、できると思います、うん、10名で黒字化できるんですか？あ、ですね、まずその10名の方々もその、最初の初回に入った方に関してあの有料のパーソナルトレーニングをもう買っていただけるっていうふうにはなっていまして、なので1ヶ月目2ヶ月目に関しては、まあ、それで問題はないかなとは思っています。で、集客に関しても、今僕の働いているジムに関して特に広告を打ったりとか昔はやってたんですけど今特にやってはなくて、で入会した方々にアンケートを取っているんですけど、基本的にそのポスティングですとかダイレクトメール送ったりとかっていうので集客特に今まで見込めてなかったんですよ。で僕自身もそれをずっと感じていて、皆さんにやっぱり一番多いのは家から近い、道にあって自分の生活道路の途中にあるっていうのが一番大きくなってますので、僕自身もその路面店大きな幹線道路ではなくて生活道路に、テナントをも借りて、特に看板とかですねそちらの方をちょっと派手にしておこうかなと思って今集客の方はする予定であります。プレイヤーとしては優れてるような感じはするんですけれども、じゃあ経営者として自分が優れてるっていう自信ってどっかありますか？ですね、一度もともと僕ちょっと幼稚園教諭の免許を持ってまして、一度託児所を任されたことがあったんですね、まあ、経営ではないんですけど運営という形 でそこでやっぱり自分の時点でそのどうやってやったら売上というか集客ができるのかなってずっと考えて動いたことはあったんですけど、やっぱどうしてもその時にやっぱ運営なので料金の決定権はずっとはなかったので、でもずっとそれで僕自身そのオーナーの方にずっと料金の改定を改定をって言って一応3年ですごく少ない中でももともと30万円1ヶ月に30万円あればいいぐらいの託児所を一応100万円以上にはすることができたので、まあ、その経験をちょっと どうやってやったんですか？ですね、市の方に認可外なんですけどその特にそのコミュニティに入れてもらったりですとかちょっと24時間の託児所で街中だったのでその水商売の方々のもうやっぱり関わりが深かったのでその方にいろいろ声をかけたりですとか、まあ、そういったネットワークを使ってほしいっていうの で増えてきたのでもうちょっとここでやっぱ値段を上げて少しスタッフを入れてもらわないとちょっと運営もできないし安全に関わるっていうことで提案させてもらって料金も少し上げさせていただいてそこで達成をすることができました、うん、最初はあれですか、なんかマンションかなんかを借りてそこでまず一人から株式会社売れるネット広告社代表取締役加藤浩一レオ、あまたの100億円企業を輩出する驚異的な実績を誇る日本における D2C の第一人者、レスポンスの魔術師が挑戦者を翻弄する。マンションかなんかを借りてそこでまず一人からやる、もう最初からスタッフを入れて、24時間の会員制のジムですね、うん、まずは最初はもうちょっと僕一人でやる予定ではいるんですけども、うん、ちょっと妹が調理師なので、うん、食事の方の調理場に関しては妹に任せまして、で様子を見てやっぱ僕一人でパーソナルトレーニングとしての売り上げ自体は、うん、自分の中では一番上ではなくて、うん、パーソナルトレーニングの売り上げからつながる月額の会員の方をメインとしてますので、まずは最初1人スタート でゆくゆくは2人3人って増やしてそのままどんどん増えていけば他店舗経営の方に行きたいなとは思っております。まあ、大体ライズアップさんとかは大体3ヶ月で60万円ぐらいなんですよね、はい、大体平均が、今パーソナルトレーニングのプランとしてはどんな感じで考えてますか？約4ヶ月、うん、20回のプランでやる予定で、うん、一応それで16万5000円です、税込みで。4ヶ月16万5000円ですか、はい、なんでその単価下げてるんですか？会員から の、 月額のもありますし、うん、やっぱりもちろん高額払うって痩せるっていう方もいらっしゃるんですけど、うん、なるべく少しでも一人でも多くの方にその痩せる喜びを感じてもらえたらなと思って、うん、現段階でも今の僕の働いてるジムですら、うん、同じプランで13万円台なので、うん、はい、一応僕はそれに対して食事があるっていう付加価値をつけてちょっと少し上げたっていう形になります。例えば、ね、多くのパーソナルトレーニング大体3ヶ月4ヶ月集中して痩せさせて、はい、でそれで終わりなんですよね、はい、なんだけど今考えられてる、藤井さん考えられてるやつはじゃあ、3、4ヶ月だけで終わらずにその後はパーソナルトレーニングを
安く提供、さらに安く提供するという、その後はあの2つパターンがありまして、そのままあのパーソナルトレーニング20回約4ヶ月やると、ほとんどの方がトレーニング内容とか覚えるんですよ、でやっぱ太りたくないっていう、やっぱりあの僕の方は今までやってきたあのは3ヶ月4ヶ月で30キロ40キロ痩せないんですよ、どちらかというと10キロから20キロぐらい、でもやっぱそれでもすごく変化があるので、あのやっぱ二度と痩せた太りたくないっていう方がメインになってきます。維持のための、まあ、自主的にやる、そうです、まあ、ジムとして、はい、それプラスもしくはあのやっぱりもうちょっとまた違う目標に対して、僕の方が提案ができるパーソナルトレーニング、あの5回ですとか10回ですとか、っていうチケット制のパーソナルトレーニングを提供していきたいと思っています。でそういうお客さんにはもういわゆるあの食事も一緒に提供していくっていうことですよね。そうですね、あのチケット終わった方に関しては、あの販売という形になります、1食ごとの、でそれは宅配で送るのか、それとも来た時にまとめて10食分渡していくのか、どういういや、もうその都度です、その都度買っていっていただくっていう形で、あの1食からっていう形ですね、はい、これ食事をつけるっていうところが付加価値っていうことですけど、はい、他にやってるところってありますか。ですね、パーソナルジムさんですとやっぱいろいろあるんですよ、あの もちろんライズアップさんもあの食事提供してますし、あの提供してるんですか。あの販売でしてます。どういう、ライズアップ食っていう名前っていう、ごめんなさい、そこまで詳しく分かんないんですけど、このあの食事の提供もできますっていう形で買ってくださいっていうプランもあるそうです。それは何かレトルトっぽいやつで箱に入ってたりするんですよね。 はい、それはどれぐらい売れてるかとかは分かります。ごめんなさい、そこまではちょっと調べてないです。多分今やろうとしてることってその場でお弁当を出すっていう、はい、そういうことですよね。そうです。ちなみに今日お持ちいただいてると、はい、あぜひ食べても大丈夫なんですか。もちろん、あよろしくお願いします。ぜひお願いします、はい、ここで虎に試食してもらいアピールする挑戦者、この味に虎たちがうなる。普通に弁当ですね。普通に弁当です。これで痩せるんですか。ですね、あのこの栄養バランスっていうのがちゃんと決められてまして、ね、お願いします。めっちゃうめえ。お味の方、あ、美味しいですか。めっちゃうまいです。お願いします。はい、これ今日作ったんですか。今日、はい、あの妹にお願いして、あ、妹さんが。妹が、はい、調理師なので一応妹と一緒にやる予定で、調理の方は妹に任せてます。それ飲食店営業の許可取るってことですか。あ、取ります。あ、はい、ちなみにちょっと全然分かってないんですけど、はい、規模感どれぐらいなんですか。その要はさっき こちらに書いてある、はい、あの大きなジム、何フィットネスさんでしたっけ、このエリアミラフィットネスさん、はい、見たらなんかもうなんか島村みたいなサイズのところにドカーンって幹線道路でボッカーンみたいなでっかいのあったんですけど、はい、あの規模でやる。いや違います、僕はもうコンビニサイズのところで数を増やしていくっていう形を目標としています。それキャパが何人なんですか。200です。200人の生徒さんが、まあ、収容できるっていう。生徒というか、まあ、会員さんですね。月額の会員さんでっていう形です。お味どうですか、他の皆さん。いや普通に料理としてめっちゃうまいですね。どうでした、チンジャオロース。あ、美味しいです、うんうん、来た時だけこれ食っても別に 食の改善にならなくないですか。あ、ですね、それはあのパーソナルに入ってもらう方に関してはあのもちろんよくやってる LINE で食事を送ってもらって、それに対して僕がコメントをして少しずつ改善していって、あので皆さんも覚えていただく。それが最初なかなか皆さんできなくて、なのでまずはこういうものを用意提供して、ちょうど竹野内社長が食べているようなものが一応メインで覚えてもらうという形です。ただ僕ダイエット中に、僕もご飯が好きで、それこそ僕もチンジャロース大好きなんですよ、うん、で食べれないんですよ、やっぱり脂質がものすごく上がってしまうので。で今その脂質をかなり一応全部脂質を 10g 前後まで落とした食事になります、これが。まあでも分かります、まあ僕今でもデブですけど、もともと僕105キロあったんですよね、体重が、うん、もうそもそもには体してて、で僕もあの3ヶ月間パーソナルトレーニング行ったんですけどで一応まあ20キロぐらい減ったんですけど、その時ね一番思ったのは食べるところがないんですよね。そうです、コンビニ行っても実は全くもう糖質だらけだから食べれないし、あと意外と街中見てもね、もうラーメン屋さんとかうどん屋さんとかカレー屋さんしかないんですよね、で東京歩いてると。なので本当食べるものがないっていうのが一番のジレンマなんで、やっぱり逆にこれをね、あと食事提供っていうのはすごくいいコンセプトだと思って、で実際ねパーソナルトレーナーからもう誰よりも知識を持ってると思うんですけどね、実は本当に痩せる意味で言うと、もう8割が食事ですよね、はい、そうです。もうトレーニングが2割ぐらいで、はい、まあ、いかにやっぱり糖質カット、質カットっていうところだと思うんで、それでやっぱり提供するのっていうのはすごく面白いな、いい付加価値だなと体験者としては思いました。ありがとうございます。
味で虎の心をつかんだ挑戦者。だが、事業としての本質をつかれる。けどこれ、食事本当に求めてます？なんか作り方とかレシピは求めてるかもしれないですけど、その場で提供するのって全然意味がないんじゃないかなと気して、これ900円ぐらいで売るって感じですね。そうです、高いですよねと思うんですけど、うん、僕今までそのジムで働いている中で、最初は僕サーフィンもやってるのでサーフショップと一緒にトレーニングジムができたらいいなっていうふうに思ってたんですけど、どうも自分がどう考えてもその、うん、利益とかその経営に対して、ね、うまく全然ビジョンができなくてつながらなかったんですけど、やっぱ自分がダイエットに携わって皆さんの声を聞いていく中で、皆さん聞いたんですね、食事例えばここで出したらとかっていう聞き方をしちゃうと皆さんからいや絶対買いますっていうような義理的な言葉やっちゃうんで、当時その時に他のいろんなそれこそいろんな有名ジムさん、24時間のジムさんが宅配の食事とコラボし始めたんですよ。でコラボし始めたんですってっていう話をしたら、えここではそういうのやんないですかっていう声がほとんどだったんですよ。でそれはパーソナルダイエットのパーソナル受けてる方以外も皆さんにちょっといろんな話を、まあ、僕世間話好きなんでいろんな話してたら、そういうのここでもやってよっていう声がすごく多かったので、僕の中ではあじゃあこれはいけるのかなっていうちょっと確信ではないんですけど、僕の後押しには、それはちょっと違う風かな。だって宅配でやるわけじゃないですよね、はい、来た時だけですよね。多分その人たちのイメージは今日なんか食べたいけど、まあ、カロリー高いものばっかりしか家にないな、あじゃあ呼べばいいわ、すいません持ってきてもらえますか、あすぐ行きますって10分後ぐらいに持ってきてくれるっていう、そういうすごい理想のイメージを描いてると思うんですよ、うん、でお金のこともいくらぐらいですかって聞かれませんでしたよね。そうですね、はい、ですよね。じゃあ2000円って言ってもその人たちが頼むんでしょうか、5000円って言っても頼むんでしょうか。つまりその程度のアンケートなんですよ、うん、その人たちは本気だったらいくらぐらいでやるんですかって聞きますよ。何分ぐらいで届けてくれますかとか、いつでもいいんですか24時間とか、そういう質問が返ってこずにやってよって言うってことは、その程度の期待感です、って僕は思っちゃうんですよね、うん、実際いざやったら全然注文来ないっていうのがほとんどだと思います。そうです、僕自身その食事提供が、順位としてはそんなに上ではなくてですね、フィットネスジムに、食事提供の場があるっていう本当に付加価値っていうだけで、僕の中ではメインではそれもあそこにあるんだったらちょっと食べてみようかな、で入ってもらった時にあジムあちょっとトレーニングしようかなって思ってもらえる入り口でもいいのかなとは僕は思っています。まあ、僕も同意見で、なんか別にその一食行った時に買うだけじゃ別に食事改善になってないなと思うんですよね、うん、でなんかナッシュさんでしたっけ、なんかフードデリバリーサービスとかあるじゃないですか、はい、まあ、ああいうのを普通に提携してあん中でどういうメニューを選んでいった方がいいっていう風なコンサルした方がなんかよっぽどその自分で配達できないわけなのでなんか効率的なのかなと思っちゃうんですけど、この一食一食来た時だけこれ与えるっていうことになんか意義感じますかね。その食事を提供する方に関してはもうそれ専用のプランっていう風な位置づけであるので、本当にそれが本当に入り口で終わった後にその自分の知識を使いながら、自分で月額登録していってまた、自分でやっていったりとか不安になったら、また僕の方に頼んで、有料のプランで他のパーソナルプランにっていう風な形では考えてはいるので、僕自身その食事提供は一つ その集客ツールプラス会員さんのダイエットのダイエットしたいっていう方をメイン の手助けのツールになればいいかなとは思っています。いや僕あんたの立場であんたがやりたいことを実現しようと思うんだったらば、60分のパーソナルジムのコースの50分をトレーニングして10分をクッキング教室にしますわ、うん、普通そうしません？こんなん与えたって別にこれ作れないじゃないですか、その人。いや、ですね、それ全然作れるようにレシピも全然レシピがあるから作れるってそれは当たり前じゃないですか、はい、だって世の中にレシピうんまんとってできる誰も作らないのは何でなのかっていうと、まあ、単純に僕だったらば鍋とかも揃えて持ってないし、うん、調味料もないし何もない、まず買うのがめんどくさい、
っていうのがあるから作んないわけですよね。レシピはいっぱいあるわけですよ。だからレシピの有無ではないわけですよね。だからその要は作るまでのハードル、心理的ハードルとか技術的ハードルっていうのを下げてあげることが、そのお客様に対してのまあ一番の実は長い目で見た解決策になるんじゃないですか。弁当を渡すことじゃないですよねっていう話をしてます。あ、そうですね。その弁当はただ本当に一例であって、皆さんに知識、その LINE のやり取りの中での、ここ今もやってるんですけど、例えばこのメニューの中でこれはちょっと脂質が高い、糖質が高すぎますので、これをこういうふうに変えてくださいねっていう、今そういうことをやってるんですけど、それは全く同じことはするんですけど、その本当初期段階でやっぱり皆さんもう何を食べていいかわからないっていうのが、やっぱ先ほどあったように本当に限られてきてしまう中で、こういうアレンジをして、食事調理の中でアレンジをしたらこういうこともこれも食べれるんですよっていうのを提案してもらって、覚えてもらって、それで個人その皆さんにそのまま、まあ、ご家族ですとかパートナーですとかお子さんもそうですけど、そういうのを知識をつけてもらうっていうのも一つの僕の中の人、まあ何ですかね、プランの一つではあります。何も食べるものがわからないっていう人にチンジャオロース丼とかガパオラウスが出てくる時点でなんか僕はおかしいなと思いますけどね。だってめっちゃそんなん難しいじゃないですか、普通に作るの。例えばさっきあそこで竹内社長食べてた、ああいうなんか例えば詰め合わせみたいな、あとは逆に例えばそのチキンの胸肉とブロッコリーの半々になってるやつとかあるじゃないですか。ああいうの方がよっぽどわかりやすいなと思うんですよね。うちのトレーナーとかもやっぱりダイエット減量とかするときにオートミールとかをもうすごく見栄え的にはすごく悪いようなものを、まあ、でもそうでも理にかなってるんですよ。本当にそれ食べてれば正直一番いいんですけど、やっぱり初めてダイエットされる方はすごく抵抗もあったりとかするし、やっぱ食事ってやっぱ楽しいものであってほしいし、楽しくダイエットしてほしいので、まあこれ毎日提供するわけじゃないですか。でジムに来る人って毎日来る人って結構いるんですか。います。ってなると、そういうのを食べ、夜ご飯はもうここで全部食べようっていう人はいるかもしれないですよね、はい、そういう人が狙いなんですか。ですね、一応この食事に関してはトレーニング後に食べても大丈夫、トレーニング後にそれこそ夜食べても大丈夫とか、朝来られる方もいらっしゃって、朝仕事前にちょっと運動した後に食べてもいいかなっていうふうにはコンセプトなので、一応どの時間帯にも食べてもいいかなと思ってます、うんうん。まあ、ちょっと理にかなってるかなっていうところでいくと、トレーニング後ってやっぱお腹すくんだと思うんですよね、うん、活動してるんで。でそこでね、またコンビニ行って何食べようっていうところ、しょうもない選び方をするぐらいだったら、確かにここで美味しいものをお金出して買えるんだったら食べるかもしれないですね。でどれぐらいの売り上げを見込んでるんですか、この。一応ですね、資料にもあるんですけど、一応1日、5食を5食かける5食をの25食で提供して、一応ごめんなさい、ちょっと今計算式を忘れてしまってすいません。注文されてから作るんじゃなくて、最初から用意します。最初から用意、はい、で一応全部完売の予定ってことですか。完売の予定です。完売の予定、はい、最後売れ残ったやつって人気のないやつを一番最後の人が買うっていうイメージをしてるってことですか。いや、一応その人気のないものに関しては少しずつどんどん新しいものは新しいもので入れ替えていく。分かるんですけど、はい、でも提供されない人も出てきちゃいますよね、うん、そうなると1日限定25食ぐらいになるわけでしょ、はい、じゃあいつ行っても食べれるとは限らないってことですよね、はい、そのあたりどうかな。一応、まあ、最初の段階ではその25食っていうことです。まだ自分自身その動かしてどれぐらいの売り上げが上がるかっていうのもちょっとまだ予測段階で、いや、いずれにしても、これを期待してくれてる人たちっていうのは常にあることを期待してこのジムを選んでると思うんですよ。でも夜になったらないとかっていうことが起こったら絶対嫌だと思うんですよね。でかといって売れ始めたからといって必ずじゃあロスは出るんだろうなと思ってるんですよ、うん、はい、いずれ全員に提供しようとしたらそのロスも計算した上でこれ人件費って全然合う感じになるんですか。一応計算上では合う予定にはなってます。合うんですね、はい、なんかお話伺ってる感じだと確かにその痩せるっていう意味で、おけるその本質的なところを全てこうサポートしますっていう、まあ、理想的なコンセプトである一方でそのまあじゃあ逆になぜ今までライズアップとかやってないのかっていうところはどう分析されてますか。ストックさん株式会社代表取締役株本勇気、ウェブコンサルや SNS を手掛け数千のフリーランスを束ねる。自身が運営する年収チャンネルは20万人超えと快進撃が止まらない。フリーランスの王は挑戦者をどう見定めるのか。じゃあ逆になぜ今までライズアップとかやってないのかっていうところはどう分析されてますか。
僕自身フィットネスジム自体は嗜好品かなとはちょっとは思ってはいるんです。正直家でトレーニングができたりとかする人だったら特にいらないんですけど、さらにその上をっていうことなので、そういうジムがあるとは思うんですけど、多分それがまだ需要としては認識されてなかったのだと思います。だからこそ今になって大手さんがそのいろんな宅配とコラボをし始めたのかなとか、ゴールドジムさんも東京にある筋肉食堂とこの前コラボもしてましたし、そういうのが多分始まって、今だからこそ始まっ、なんていうんですかね、始まったというか、だからまだ皆さん最初はその辺を深く思ってなかったのではないかなっていうふうな見解です。まあ、言うと需要がな気づいてなかったって言っても多分ね、今までの10年の何十年やってる中で気づいてないってことはないはずなんですよ。と思います。絶対ある程度分かってて、でもなおそれでもやらなかったりとか、はい、多分大津さんは会員数が1店舗あたりがかなり多いと思うので、うん、その時してまずさっき先ほど言ったように竹内さん社長に言ったように、うん、食品ロスがかなり出ると思います。多いから出るんですか？多いから出ないんじゃないですか？多いから出にくくなるんですよ、うん、その分売れてるわけなんで食品ロスなんていうのは出てもいいわけですよ。例えば10食中の1食が売れ残ったら 10% 残ってることになります。100食中の、ね、10食が売れ残ってそれでも 10% なわけですよ。でもそれって1000食売れたら100食残るかってそうじゃなくなってくるわけですよ。売れれば売れるほどロスは少なくなってくるわけなんですよね。僕ちょっとまあ川本社長の意見がすごくまとえてるって、うん、大手がやってないってことで、まあ、その中の一つ宅配とか云々ってありましたけど、要するにジムでこれ配られてもジムで食べるっていう気力はないんじゃないですかってことかもしれないです。ジムの中でこの弁当を食べるってとてつもない違和感があると思うんですよ。ライズアップもやらないのはそこだと思うんですよ、うん、じゃあ持ち帰れるようにしないとダメだなと。でもこれ持ち帰るって言ってもね、すぐに買えるわけじゃないお客さんがいっぱいいるわけなんで、夜だったら別ですけど、そうなるとこんな弁当持ち歩けないじゃないですか。なのでレトルトのパックにした箱だったらカバンの中にもポンと入れれる、宅配だったら自分のところで好きなタイミングで家で頼める、だからそうなってるんじゃないですかって考えなかったですか？そうですね、ちょっとそこまでは。虎たちにじりじりと詰め寄られる挑戦者、さらにこの後あの虎が挑戦者を奈落の底に突き落とす。次回、衝撃の結末を見逃すな。ちょっとびっくりしてて、なんか入ってこないんだ。俺初めて喋ったんだけど今日。うん。